プレーナンバー1の18、福岡セカンドアンドゥーゴール残り16ヤード。クォーターバック4番リバースでレシーバー1番にボールをトス、このトスをしたワイドレシーバー1番がパスを投じようとしましたが、その前にホークアイがこの1番を倒しました。